を終えて選別の作業をしてます。今日はちょっと久しぶりに園外明けで収穫しましたけど、まあまあ綺麗なオクラが実ってくれてるんで、まあ、これからどんどん復活してくれるかなと思います。とってオクラとは、まさに人生のようなものですね。